鈴木さん、お疲れ様です。なるほどね。今日何のメール読んでらっしゃるんですか？あのですね、はい、茨城放送で、花ラジの前に放送されている土曜の男村田さとし、はい、という番組がありまして、はい、あのラジコだったり、茨城放送そのままラジオでだったり、はいはいはい、聞いてくださってる方は、うんうん、セットで聞いてくださってる方もすごく多いんですけど、うんうん、いつもね、うん、そのパーソナリティの村田さんが、はい、じゃあこの後は花、うん、佐々木さやかの花咲ラジオをしてくださいってバトンをくださるんですけど、はいはい、あの花ラジは、うん、ラジオ関西さんだったり、うん、山口放送さんだったり、うん、直前が土曜のとこじゃない枠があるもので、うん、はい、そうですね、はい、バトン受け取りました、はいはい、土曜のお得から受け取りましたみたいなのを言えなくていつも申し訳ないなと思っていて本当に毎回触れてくださってるんですよここ最近。そうですね、なんか噂によるとメール送るかみたいな話があのスタッフとしてるっていうちょっと小耳に挟んで、まあ読みませんけど読み本当に来るかもしれないですからね。たくさん触れていただいて、私も自分の放送前で聞いてるんですけど、ねえ、まあ申し訳なくというか、いや私もすごくいっぱい絡みたいんですけどねえ、合体1時間とかね、いつかやりたいなっていう話とかもね、前ああそうですよね、なんか村田さんもぜひやりたいななんて話をしてて、いやゲストに来ていただきたいんですけど、ええ、なんかできればね、同じ茨城放送なので、ええ、いつもみたいに電話じゃなくて、はいはい、スタジオで一緒に話したいけど、うん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 、なんと収録曜日が違うと。そうなんですよね。微妙にずれてるんでね。じゃあちょっとね、調整してできるといいですね。いい感じの日にできるといいですね。うんうん、そうですね。ねえ。いろんな企画が膨らみますけど、今日はでも、あれじゃないですか、劇場版ガロの、ね、公開初日ということで。はい、佐々木さんも見られたんですよね。私はですね、もうね、何回見たかな。そんなに見てるんですか。はい、どうですお客さんの表情は。もうやっぱりもうすごい、試写会の後出られ、はい、なんだろう、ロビン出てたお客さんからすごく良かったですっていう話をたくさんいただいたり、はいはい、あと私が今まで何回か参加したことがあるそういう試写会の時って、うん、ストーリー終わりました、うん、エンドロール流れました、スーンってなって明るくなってから拍手が起きることが結構多かったんですけど、はいはい、明るくなる前に、おハウライトのね、ラストの、はいはい、ででパチ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 みたいな、まだ暗いうちから、はい、歓声が湧きましたね。林監督もね、おっしゃってましたもんね、はい、曲が入って、はい、本当にもう完成して、はい、ピースがはまったというか、ね、言ってましたもんね。音もすごくこだわって作ってるって話もされてたので、それがすごく全てがこうカチン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 、もう映像はすごいですし、目が忙しいですよ、このわわ視界たっぷりに動き回りますので、はいはい、1年かけただけあって、アニメーションものすごく動きます。監督もかなり手を入れられたって話も聞くので、はいはい、本当に監督がもうものすごく心血を注いで、こだわりにこだわって作った上に、うん、キャストさんたちの熱演がこもり、うん、もなかさんの音楽が彩り、うんうん、で、もなかさんのサウンドトラックもテレビ版の時のベースの曲もあるんですよ、各キャラだったり、うん、各シーンごとの、はいはい、あるんですけど、うん、劇場版用にそれのリアレンジそこまでやってるんですか。そこも劇場だから、はいはい、もうちょっと、はい、原型はしっかりわかる中でも、うんうん、もっと派手なこう装飾をお願いしますっていう意図だったり、あとは今回ダリオという新キャラが出てくるんですけど、うんうん、萩原雅人さん、うん、おっしゃってましたね、はい、すごく良かったって言って、はい、すごいいいんですけど、そのダリオのテーマがめっちゃいいんですよ、ね、あ、そうなんですか。今までは割とシンフォニックな、はいはい、曲テーマソングが多かったんですけど、うんうんうん、かなりのエレキギターから入ってくるガツンとしたロックな曲がめっちゃかっこいいです。なんか結構オープニングの、ジャンプロジェクトさんの刃という曲に通ずるところがあるというか、うんうん、すごいメタル的なロック、ハードロックな感じが、じゃあ何回か見ないとダメですね、こう全体を見て音楽を楽しんで、だって
私何回目かわからないのにまだ何回も泣いてますもん。そうですか。すごいですね。もう何回見ても面白いですし、あとあの今回その試写会の時に、うん、あの私のこう事務所スタッフの中の、うん、あの最初の設定だったりは知ってるんだけど、うん、テレビシリーズをしっかり 見れていなかった、はいはいはい、あのスタッフが一緒に行ってたんですけど、はい、映画見て、あ泣くとこだったって。なので、あの炎の刻印の方を見てなくても、うんうん、きっと楽しめるってことですね。それだけもうエンターテインメントとしても楽しめる作品ということですよね。一作品としてすごく、うん、あのストーリーがしっかりしているので、うんうんうん、どんあのガロー、むしろガローを知らなくてももしかして、うん、いけるんじゃないか。最初の、なるほど、この子は黄金騎士というのね、ぐらいの方で。あ、なるほど、じゃあ楽しみですね。もうぜひ劇場 に行きたい。あのまだ上映館はいろいろ地域によって限られていたりはするんですが、うんうん、こうガルパンに習えみたいな感じで、ね、どん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 数が増えて、拡大、ね、してくれるといくといいな、いいですよね、と思って、うんうん、それの鍵になるのはやっぱりリピーターさんだったり、その一回行った人の口コミというか、うんうん、ね、どうだったっていう感じだと思うんですけど、いや少なくとも試写会見られた方々はもう口々に素晴らしかったっておっしゃっていて、帰り監督すごかったですよ。あ、もう皆さんにこう捕まっちゃって囲まれてすごいモテ、もう監督すごいモテてるってこの他のスタッフさんたちと一緒にわ監督すごいモテてるいやでもそれだけね心血注いで作った作品ですからね。本当にこれだけ皆さんがすごく魂を込めて、うん、この一作のためにっていうのを全てのピースがこう本当にパチ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 ってなってる作品にの一ピースになれたってすごく幸せなことで、いやーねー本当にね遠征しても見に行く価値がある作品だと思います。ぜひね花ラジにも感想を送ってもらいたいですよ ね、曲の、ね、ところももちろんだし、もうね本当ってとこでかかるんで私の曲あーそうですか、あーそうですか、楽しみですね。あのね美味しいんですよ、美味しいとこでかかるんですよ。あーそうですか、あなんか言って監督言ってましたもんね、美味しいとこを持ってったって言ってましたもんね。全部持ってっちゃいましたねって言ってみんながうわーってなってるところにガスーンって持っていくとこで分かりますので、いいですね、ぜひじゃあそれを楽しみに。じゃあまた最後にメッセージをお願いします。はい、今回で112回ぐらいですね。はい、進みましたね、花ラジ進みました。でも記念日を大いに越したことがないので、あなんかこうラジオ関西版で50回とかどんどんねアニバーサリーを増やしていけるように。そうですね、ね、あの山口放送で100回とかね、うんうんうん、どんどんいろんな回数を祝っていけるようにこれからも皆さんと花咲ラジオ、うん、あの楽しんで作っていけたらなと思っておりますので、お便りたくさん募集しております。最近だと何が狙い目ですかね。ないですかね、あのお悩みとかだと結構採用されやすいかもしれないですね、うん、悩みとかタイトルコール、あタイトルコールもそうですね、タイトルコールも、はいはいはい、テーマメールは結構比較的送ってきてくれてて、まあそれでもねもっといっぱい送っていただきたいなと思うんですけど、ね、もっとなんかこうやって選びたいですよね。本当ですね、メールをもうプリントアウトするたびにこう、おこんなに来てるみたいな感じでこうね、はがきもそうですし、ね、手紙なんかも来てるんですけど、もしかしてね今はまだメールがこう白紙の部分もある一枚で、うんうん、茨城放送さんがいつも出してくれてますけど、どんどんすごい数になってきたら、うん、おっとっとこれはエコの観点からって言って両面になり、そしてつめつめになり次はなんか A4 サイズを4分の1とかになりめちゃめちゃ読みづらいですね。めちゃめちゃ読みづらいやろ。大丈夫、私 2.0 だし。あ、大丈夫ですか。じゃあ今のサイズでも噛んでるから、大丈夫。はい、ということでこれからもお便りたくさんお待ちしております。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。